はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。今、ランドに来てるんですけども、こちらの桜シリーズっていうんですかね、実写のこの桜シリーズ、こちらのグッズ発売になりましたので、こちら、今回は紹介したいと思います。この桜の木とですね、このミキミニのこの実写のシリーズなんですけども、まあいいですよね。なんといってもまずはこちらです。このポストカードというか生写真 2L サイズなんですけども、これが一番俺はいいかな。ちゃんとバッチリカメラ目線ですよね。こちらの撮影場所なんですけども、これはランドのですね、ホームスターの前ですね。ランドで桜の木があって、このベンチがあるのはホームスターの前と、それからスイートハートカフェなんですけども、他のグッズの写真のこの位置から考察するに、これホームスターの前の桜ですね。で、これ去年撮ったのかね、多分ね、1年間寝かしたんだろうね。すごい可愛いですよね。で、ちゃんとこれ桜の花びらが散ってるんだけど、さすがにこれは合成だろうな。 はいね、相当これ脚立クレーン3メートルから4メートルぐらい上から撮らないと、多分こんな綺麗には撮れないので、すごいですね。この写真撮ってみたいわ。これは 2L 生写真ですね。ちゃんと富士カラーですよ。500円、ちょっぴり高いけどやっぱいいですよね。そしてこの横、これも 2L サイズかな、サイズ同じですかね。はい、同じですね。バッチリカメラ目線。これは、はい、やっぱり500円ですね。これはね、スイートハートカフェじゃないかな。左下にちょっとちらっと屋根が見えるので、これはスイートハートカフェに移動してるかもしれませんね。で、相当これワイドレンズで煽ってますね。ちょっとキャラクターの顔がやっぱちょっとね、パースが効いてるので。これもいいですよね。満開の桜で。これカメラうまいね。はい、こんな風に撮ってみたいです。はい、500円ですね。そしてこれ、ポストカードホルダーだって。なるほどね。あー、後ろ。これは、はい、これもスイートハートカフェの前ですね。かわいいね。はい、ポストカードホルダー80枚ですので、まあ年賀状入れたりとかですね、ハガキサイズの写真なんか収納するのもいいと思います。いいなあ、こんな写真撮ってみたいわ。これ700円になります。そしてこの横が付箋ですね。煮え柄入ってます。煮え柄かけて使えるよ。付箋2種類各20枚、こちら400円になります。はい、そしてこちらですね、一筆線、短冊のような感じですね。縦書きのこの一筆線、そして封筒8枚入り。裏見よっか。あらもこんなんですね。ミキミニかわいいね。はい、こちら500円になります。こちら年配の方なんかちょうどいいかもしれませんね。そしてこの横は缶バッジ3枚入り、缶バッジ3個入り。こちらはちゃんとミッキーシルエットになってますね。はい、こちらは850円になります。そしてこちら、これなんだろう、ケース。ざっくりだね、ケース。何のケースか分かりませんが、ざっくりケース。あ、後ろはミッキーシルエットになってます。こちら700円ですね。まあ何でも入るよね。こちらは色紙、寄せ書きやサイン用にスプリングシーズン、まあ卒業入学どっちも使えるように無難なメッセージになってますね。いつもありがとう。なるほどね。おお、中身見ると、こちら桜のシールが12枚、あ、桜のシールが12枚入ってますね。はい、こちら500円です。この色紙いいね。はい、そしてこの横、最後はクリアホルダーになります。厚手のクリアホルダー、こちらお値段が300円。後ろいいね。めっちゃいい。このミニほんとかわいいね。手が届きそうみたいな感じで。はい、とてもかわいいミッキーミニの実写。これがでっかくていいですね。これ500円か。これ300円。個人的にこれが一番いいね。やっぱ何より写真が大きい。このね、写真が大きいのがやっぱ大事だよね。数あるグッズの中で一番大きいですね。安い。おまけに300円。なので、こちらをお勧めします。以上、もうキャラオタにもうドツボ、超ストライクのミキミキの桜グッズの紹介でした。じゃあねー。